これをですね、まあ、自分の経験だったりとか感じたこと、まあ、価値観の変容みたいなところについてこれから話していこうと思います。で、今日のゴールとしては自分の価値観だったりとか強みを知る、あとはまあ気づくきっかけになるみたいなところがあると、まあ、今日の、ゴールなのかなというふうに思っています。で、僕自身の経験からアスリートっていうのはどこに行っても活躍ができるっていうのはもう断定できます。もうこれ間違いないです。ただポテンシャルを生かせていない人っていうのが本当に多いんだなっていうふうに感じているというところです。で、それはですね、先ほどワークでも少しやったことにも通じるんですけど、なんかこう常識を疑うとか、あと発想を変えるみたいなところですね。こういったところも一つの要素になってくるんじゃないかなというふうに思います。というところです。7年目過ぎたぐらいかな、うん、まあ、そのいろんな本も本当にいいんじゃないかなっていうふうに、僕はそれ変わっていきました、ね、考えが。で、多分そのサッカー一本で行きたいっていう理由の中に、まあ、こっちに行ってサッカーが良くなる、良くない方プレーとかが、まあ、結果が強いファンだった時に多分そっちを言い訳にしちゃうと思うんで、サッカー一本で結局したいって多分思う人が多いと思うんですよね。アスリートが社会の課題解決できるんだよって、これも抽象化された言葉であんまりみんなにピンとこないのかもしれない。抽象化された言葉ってすごく今の内容ですっと通ってるかもしれないけど、じゃあそれを自分の具体に落としている。で、それは自分のこうブランディングになっていったり、当然だけれどもこっち側だってそういう印象が残るし、選手もそういう手応えが残るし、なんかそこに対して一歩踏み出してみるってことがすごく重要なんじゃないかなってことは、改めて思いました。今日は小谷さんの、まあ、講義を聞いて、まあ、サッカーをしながらいろんなことを考えながらやってきた方だったので、まあ、自分プロ2年目で、まあ、1年目その自分が、まあ、なかなかアクションを起こせなかったんですけど、まあ、そこをやっぱり思い切って行動に起こすことが大事かなっていうのは今日の話を聞いて感じました。なんかアスリートは社会で通用するっていうことを、おっしゃってくださってて、僕も大学の時に就職活動とかちょっとしてて、すごく共感できる部分でもありましたし、刺激にもなりました。今後は、まあ、そうですね、まあ、もちろんサッカーをこう中心に据えて頑張っていくんですけど、やっぱりこう空いてる時間とか、時間を有効に使ってもっともっと積極的にピッチ外の部分も頑張っていきたいなって思いました。